ドジャース、ブルワーズ、6日、ロサンゼルス。ドジャースはデーブ・ロバーツ監督の秘策が裏目に出てしまい、試合を振り出しに戻されてしまった。1点リードの8回、2番から始まる相手打順を考慮したのか、クローザーのフィリップスを投入。前日の試合ではセーブを上げていた右腕を前倒しで起用したが、1・死後、イエリッチに甘いボールを捉えられ、バックスクリーンに同点ソロを叩き込まれた。 まさかの展開に本拠地ドジャースタジアムは静まり返った。